いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。色褪せない傑作ギャルゲー、ときメモ2の電話縛り動画、始まるよ。まずはじめに断っておきますが、この動画は RTA ではありません。本作の攻略上、必須とされるコマンド、電話、を一切利用しない縛り動画です。この動画では、本作をプレイしていない方でも楽しんでいただけるよう、説明を多めにしていきます。本作は PS で発売されたゲームなのですが、ディスク5枚セットのパッケージとなっております。アーカイブスなら入れ替えも楽ちん。さあさ、主人公の名前を入力しましょう。と言っても、前回の内容がデフォになっているので、このまま行きますよ。このゲームでは自分の名前をヒロインに呼んでもらうことができます。このシステムの容量がバカでかいみたい。ボイスもあらかじめ作っておきました。この読み込みが長いんですよ。この EVS というシステムの作成は相当困難を極めたそうですね。声優さんが大変だったみたい。さて、この動画では、動画が冗長にならないよう、倍速や会話スキップを多めにしています。ご了承くださいね。そうそう、電話禁止と言いましたが、イベントで強制的に使わされる場合がありますので、そこはご容赦くださいね。電話を使わないと爆弾処理ができません。いかにボマーさんの機嫌を取るか。そこが鍵になりますね。本作では主人公の幼少時代をプレイできます。が、今回はやりません。幼馴染ヒロインと過去を共有することで、プレイヤーが感情移入しやすくなる、素晴らしい要素ですよ。2分50秒くらいまで OP なので黙りますね。名曲なんじゃー。ときメモの曲は名曲多いですよね。4の ED 曲が個人的に一押し。早速ディスク入れ替え。あ、電池がない。まあええか。この動画は PSP をパソコンに画面出力して撮っています。一度、本番中にケーブルが外れて台無しになりました。幼い日を過ごした響きの市に帰ってきた田所、月日の経過にしみじみとしていますね。あの動画からは7年どころか2倍の月日が流れてるんですが、受験で最近来ただろうに、久々に帰ってきたみたいな反応してますね。それにしても、風景流れるの遅くない？さあ、どんな高校生活が田所を待っているのでしょうか。24歳で学生にならずに済むように、しっかり勉強しようね。入学者名簿を見に行ったところ、そこで彼は見覚えのある名前を目にする。おい、これや、ゴリラ、名義持ってんのよ。この子が本作のメインヒロイン、主人公の幼馴染であり、今回の攻略対象、日の本ひかりちゃんです。幼い頃のあだ名で呼ばれる田所、小学時代からの友達って、大人になっても子供がつけたあだ名で呼び合うから、傍から見ると滑稽ですよね。幼い頃はとっても仲良しだった二人、高校で運命の再会を果たします。前作の藤崎しおりとはまた別のベクトルの正統派ですね。ワン、入学式とかの設営、面倒だったな。このパイプ椅子を設置する作業が結構しんどかった記憶があります。わしがこの高校の校長、バカレタジャーンである。
なんだこの名前。コナミは時々変な名前をつけますよね。大暴月とかフグリとか。生徒の自主性を尊重し、その手助けをすることこそが使命。良い校風です。自由な学校って偏差値が高いか低いか極端ですよね。遊びに、恋愛に、後悔のない高校生活を送ってほしい。恋愛を推奨する高校って、現実ではありえないですよね。光の抜き。このシーンの意図が正直わからない。以上。野獣くん。おや、このポーズ、どこかで見たような気が。ありがとうございます。光は最初から主人公に好意を持っており、好感度が上がりやすいヒロインです。同じクラスでよかった、ね、公約が容易なヒロインですが、他のヒロインを公約するときには恐ろしい存在になります。さて、今回のプレイ方針でも説明しましょうか。一緒に帰ろ。まず、極力他のヒロインを登場させません。女の子の数だけ爆弾がありますからね。何より、他の女の子の好感度が上がることで、光の爆弾が加速します。登場後、一切関わりのない女の子でも主人公のステータスや行動次第で、勝手に好感度が上がります。そうすると、光は嫉妬しちゃうんですね。さて、幼馴染との再会を果たし、田所の高校生活が始まります。まずは設定を変更し、快適な状態にしましょう。RTA じゃないけど、こういうところは最適化しないとね。さて、まずは勉強のパラメータを上げましょう。定期テストでヒロインを超えられれば好感度アップにつながります。しばらく右にコマンドの意味を表示させとくのでよろしく。クソショタの坂木匠くん登場。普通プレイでは便利な情報屋ですが、今回の縛りでは不要な存在です。で、本題なんだけど、君と篠本さんの関係は？女絡みの話題が大好きな匠くん。場合によっては恋がたきとなり、主人公の恋路を邪魔します。ま、ともかく立ち話もなんだし。匠、まだなのか？さて、ここでもう一人の男、ほかり純一郎が登場。こいつは匠とは真逆の体育会系堅物男子、女の子には弱いです。この二人がホモ臭い展開になるイベントもあります。じゃあ本格的にお話を聞くために帰りサテンにでも寄ろうよ。サテン？時代を感じる言い回しですね。そういうの、卒業式で匠が主人公に告白するイベントもあります。夢落ちだけどね。こうして高校入学後最初の友達ができます。まあ二人ともいいやつですよ。そういえばお前、響の高校の伝説の鐘の話知ってる？中庭にある塔の鐘だよ。響の高校には伝説があります。中庭にある塔の鐘を卒業式に聞いたカップルは永遠に結ばれるとか、そんなの嘘に決まってるだろ。嘘やろ。ま、俺はそんな伝説は信じてないけど、当てにしてみれば。おっと、光のことを教えてくれたお礼に、女の子の情報を提供するという匠。ただ、今回のプレイでは全く世話になりません。しょうがないね。これも定例イベント。なんだかパッとしない男ね。ここで不人気ヒロインの水月ことこが登場。お互いに第一印象が悪いようです。こっちこっち。ごめん、ことこ。水月さんは光の親友。中学時代は水月が短髪、光が長髪だったようですよ。あんたも物好きね、光。光は田所に好意があることを、ことこには知られているようです。ま、確かに物好きだよね。各ヒロイン同士でも仲の良し悪しがパラメータ化されているのですが、光とことこはもちろん良好。しかし、ことこを攻略対象にすると、二人の関係が悪化していきます。ドロッドロだ？水月さんも一度攻略すれば魅力がわかりますよ。照れると可愛いです。さ、部活に入ります。光と同じ陸上部に入り、インターハイを目指します。練習試合や合宿など、同じ部活のヒロインと好感度がよく上がるので、コンプレイではニューズが必須ですね。嬉しいな。ヒロインですわ。攻略は余裕だな。さあ、学力を上げていきます。
ただ、平日コマンドで選択を誤ると、白雪は一文字が出てしまいます。白雪さんは不思議ちゃんで占い好き。茜ちゃんは番長の妹、巨乳。彼女たちに会わないように、学力は休日コマンドで育てていきます。一番厄介なのは、楓子ちゃん。根性がたった30を超えるだけで登場してしまいます。部活をやりつつ根性を上げないのは厳しいので、この子は登場させます。が、極力登場を遅らせたいところ。根性を下げるためには、おしゃれや遊びコマンドを選択すると良いのですが、ここにも難点があります。おしゃれや遊びを選ぶと容姿と雑学が上がり、ゴキ、じゃない、ことぶきみゆきが登場してしまいます。結論、平日コマンドは、部活メインで進めます。さて、高校入学後1ヶ月を過ぎ、ゴールデンウィークも終わりましたが、女の子との絡みが泣いたところ。女の子から誘ってもらえるのを待ち続けているのか、あるいは女に興味がないのか。校舎だと思ったそこの兄貴、野獣先輩はバイです。不都合な真実でも目をそらしてはいけない。さて、6月初頭には体育祭があります。そこで活躍することで女の子の評価を上げることができます。ただ、下校イベントなどで多少有効度を上げておかないと、光は声をかけてくれません。下校イベントが起こるのを信じて待ちましょう。下校イベントでは、一緒に帰った女の子の有効度が上昇し、昇進度が下がります。その一方で、他のヒロインが起こります。光以外のヒロインも爆弾を作るので、下校イベントでは誘います。このあたりが難しいところ。結局、光と下校できずに体育祭へ。まあ、やるだけのことはやりましょう。100メートル走です。8.10 秒で駆け抜けたいところ。位置について。よーい。無事勝利。足の速い男子は女子にモテますからね。きっと光もメロメロでしょう。しかし、1位の田所を褒めてくれる女の子はいませんでした。楽しいな。気を取り直して、育成に戻りましょう。光とハエ、完全に放置して攻略はできません。なんとか下校イベントを重ねていきましょう。お。お前かい。水月さんとの下校イベント。無視すると爆弾が加速するので一緒に帰っときましょう。地味に根性の数値も危険。30以上で桜さんが出ちゃうので、うまく調整しないとね。桜さんの登場は秋頃まで遅らせたい。桜さんは光くらい惚れやすいから面倒なんですよ。さあ、初の練習試合。しっかり勝って、光の好感度を。あれ、試合前に話しかけてくれませんでしたね。ちょっと好感度低いです、やばいです。試合には勝ちました。ま、気を取り直しましょう。今週は光の誕生日です。プレゼントをしっかりあげましょう。香水の小瓶が正解です。間違ってもホモビデオを渡してはいけません。それにしても、光の立ち絵がまだ久保タイトのままでしたね。好感度が上がれば立ち絵も変わるんですが、まあ、しばらくはこのままでしょうかね。かしこまり。お、下校イベントか。お前かよ、本当に光との下校イベントがないですね。先行きは暗いです。体調が悪いので休みます。休みすぎや、ストレスのためすぎもヒロイン登場につながります。この、赤いホムラは私服がひどいです。どのヒロインも最初はひどいんですが、ホムラは特にひどいです。まあ、たことこと下校ですか。光悪しろさ、そろそろ期末テストです。文系、理系、芸術、雑学が平均して55くらいあれば OK です。まあまあ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 。いい出来。十分です。
これでも多分上位の方ですよ。テスト明けから勉強する学生の鏡。さあ、連休明けの月曜にはもうテスト結果が発表されます。先生も大変ですね。テスト結果の発表です。光より上なら OK です。ま、こんなもんでしょう。ことこの成績ひどくない？あのキャラでこの成績は笑えないですね。勉強できそうなのにね。ヒロインの好感度が高い状態だと、好成績を取った時にヒロインが褒めてくれます。が、今回は来ませんでした。ま、1年目だし多少はね。さあ、夏休みです。当然ながら女の子とのデートとかはないです。ひたすら自分磨き。田所くん、自分を磨けば磨くほど、薄っぺらい高校生活になってしまいますよ。夏休みでは、休日にしか選べなかった勉強やおしゃれなどのコマンドを選んでいきます。しっかり育てましょうね。ただ、根性の管理はしましょう。30超えるとまずいからね。7月末には神社で縁日がありました。女の子と肩抜きや金魚すくいを楽しめるのですが、田所は引きこもり。まあ、8月末に花火大会あるし、多少はね。8月16日水曜日。合宿ではイベントがあります。ようやく青春らしいことができますね。というか光の顔を久しぶりに見ましたね。お。ねえ、ちょっといい？どうしたどうした？なんだか、みんなで肝試しやろうって話になってるみたいなの。肝試しねえ。全然面白くないよ。怖いものが苦手な光。ここは田所の男気で守ってあげましょう。私、怖いの嫌いだから。怖いものは怖いの。しかし、最近は肝試しとか心霊写真とかって聞きませんよね。インターネットの普及、携帯電話の発展とともに衰えていった感じがあります。着信あり、は携帯電話をうまく恐怖の材料として落とし込んでましたね。面白かったです。いや、もりもり。やだー。ああ、もうやだー。お二人は。でも、一緒にいてくれたから最後まで来れたよ。夏休みも終盤、初めて青春らしいことができました。よかったね、田所。絶好のお風呂覗きチャンスですが、ここはスルーします。覗いた場合の結果を右に貼っときます。ここでお風呂を覗くと、光のときめき度がガクンと下がり、爆弾も加速します。なので、絶対に選んじゃいけませんね。さて、2学期が始まります。よし、雑学が高いですが、学力は伸ばせませんでしたね。まあ試験はまだ先なので、ゆっくり育てていきましょう。あれ、そういえば花火大会は。どうやら、情報誌に目を通すのを忘れてしまったようです。すみません、許してください。お。ようやく光が練習試合で声をかけてくれました。これは負けられませんね。ここはしっかり勇姿を見せて、光をときめかせたいところ。勝利時のセリフが、なんとか勝ったぞ、でした。ギリギリで勝てた時のセリフです。危ないですね。やったね。すっごく輝いて見えたよ。やったぜ。投稿者、変態クソ土方、もう一度やりたいぜ。試合に勝てるかどうかは、運動、根性に加えて部活経験値が影響します。目見えない数値って怖いですよね。ここで光と下校イベント。少し調子が上がってきましたねー。私も帰るところだよ。今日は急いでないし構わないよ。右のスペックは匠からの情報です。どうやって把握したんでしょうね。驚かせてごめんね。でもいい曲でしょ。文化祭です。意中の女の子を誘って催し物を見て回ることができます。と言っても、光しか誘えないんですが。しかし、本当にこのポーズは。いいよ。二人の方が楽しいからさ。ここは茶道部を選ぶのが正解。自称、大和なでしこの男が茶道部にいるからです。
文化祭は全イベント中最もバリエーションの豊富だと思います。このようにいろんな部を見に行ったり、シューティングゲームをしたり。コトコって面倒なこと嫌いだから。へえ、じゃあコトコは自分が嫌いなのかな。面倒な性格してるもんな。やっほー、コトコ、お邪魔してるね。いえいえ、ごゆっくり。しかしまあ、お二人さん相変わらず。コトコ！え、なんだって。では、あとは若い人に任せて。光は、もしかしたら田所からの誘いを待ち続けているのかもしれない。けなげに、一途に。合宿、練習試合、下校イベント、文化祭。序盤の不運を挽回するように、光との仲を深めていったところ。しかし、この時はまだ知らなかった。誠の障壁は、別にあることを。根性が30以上になってしまいました。まあ、この時期まで引っ張れたのでよしとしましょうか。そろそろ光の顔も見飽きてきたので、動画的にはちょうどいい頃合いでしょう。おい、ほら、免許見せろ。ごめんなさい。もう許さねえからな。はい。私はへっちゃらです。ここできてるみたい。ついに登場しちゃいましたね。桜かえでこちゃんです。光くらい好感度が上がりやすいです。あまり人気な方ではないですが、私は結構好きな子です。腹回りの太さを気にしているそうですが、ウエストは64。言うほど太いか、2年、3年とだんだん痩せていきます。ヒロイン同士にも相性の良し悪しがあるとは言いましたが、桜さんと光の相性は悪いです。できるだけ関わらないようにしつつ、爆弾発生に至らないよう気を配りたい。ヒロインの増加で下校イベントが厳しくなります。これがちょっと困る。私は桜楓子って言います。ところで、何や。野球に興味ありませんか？野獣。ああ、野球ね。好きですよ。野球がなければ TDN もホモビに出演せず、陰夢ネタも生まれませんでしたからね。野球は陰夢の母。はっきりは勘だね。黙れや、猿。さて、今後1ヶ月以上目新しいことが起こらないので、8倍速でいきますよ。さあ、クリスマス前。ここで、匠から電話が。もしもし？ああ、いたいた。今から遊園地へのお誘い。女の子二人と一緒です。しかし、今から。って。ほかりがドタキャンでもして補充人員として仕方なく誘われたのかもしれません。さて、匠が連れてきた女の子は、一体誰と誰なのでしょうか。光とコトコでした。ま、普通にプレイしていたら、大抵はこの組み合わせになります。オッケー。さあ、まずは光とジェットコースターに乗ります。ジェットコースターって大好き。結構迫力のある映像なので、ぜひご覧ください。もちろん。出ます。後半の垂直効果がなんともスリリングだったね。ジェットコースター大好きな光、ウキウキしていますね。じゃあ次は観覧車に乗ろう。さあ次は観覧車、もちろん光と一緒に乗ります。選んだ方のヒロインの有効度が上昇。一方で選ばなかった方は爆弾が加速。ま、コトコの爆弾なんて平気平気。観覧車の方は、ジェコスに比べると見ていて面白くありません。のんびりと景色を楽しんでたら、あっという間だったね。そうでしょ？そうだよ。じゃあ、そろそろ帰ろうよ。
さてさて、これで光との関係が進展しました。またみんなで来たいよね。みんなで来るのってなかなか面白いのね。みんなって違和感がありますね。普段から仲が良いわけでもないし。さあ、年も明けました。年賀状を確認しましょう。光、匠、ポカリ。さあ、ここでは例外として電話を使うことができます。電話コマンドじゃないからね。光を誘って初詣に行きましょう。野獣くん、電話来そうな気がしてたんだ。それで、今日はどうしたの？電話来そうな気がしてた。初めてだと思うんですけど、電話。初詣？断られるパターンもあるので、誘いが成功して胸をなで下ろします。野獣くん、光の私服はまだ適当ですね。本作では、好感度によってヒロインの私服が変わるのですが、好感度が低いと適当な格好でデートに来ます。もちろんここは、恋愛成就、お願います。普通にプレイする分には、恋愛成就を選ぶ必要はないですが、コンプレイではときめき度を少しでも稼いでおきたい。次はおみくじを引きます。小吉でした。あんまり意味はないです。あ、小吉だ。うん、十分十分。おみくじを気張って盗まれそうですよね。でも、罰当たりな気がするので、それが抑止力になっているように思います。混んでいたけど楽しかったね。え、それ、あ、やだな、からかってるでしょ。良い反応だ。さあ、残り2年強の高校生活、一体どうなるのでしょうか。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ときメモに電話縛り動画パート2始まるよ。今回は年明けから、2年の夏休みが終わるまでやりますよ。なお、基本的に勉強や部活を淡々とこなしていく動画なので、今回以降は倍速が多くなります。ご了承ください。さあ、1月14日は田所の誕生日。ヒロインから祝ってもらうことはできるのでしょうか。ねえ、森森。野獣くん。お。今日誕生日でしょ？どういたしまして。プレゼントをもらえないパターンもあるのですが、ちゃんともらえました。神社で願ったおかげかな。特に何もないので8倍速で。皆さん、時メモ読みやりました。一番好きなキャラはダタシです。時点で姉のルイちゃん。さあ、バレンタインです。田所はチョコをもらえるのでしょうか。野獣くん。はい、ギリチョコ。はっきり言われましたね。でも、もらえないよりはずっといい。一方の匠はショタキャラを生かしていろんな女の子からチョコをもらっています。ま、匠みたいなタイプは歳をとってからが悲惨ですからね。せいぜい甘い夢見とけや。え。はい、これ。そんなに喜ばれると困る。それって、ギリチョコなんだけど。桜さんもギリチョコをくれました。ギリチョコのギリ。で、いまいちピンとこないのは私だけですかね。もらえたチョコの数が2個ということに、田所はご不満の様子。何が不服なんですかね。ギリとハイエ2個もらえれば上々でしょう。さあ、学期末です。テストの結果が気になるところ。自画自賛するほどの成績ではない。でも、相対的には優れているのでよし。しかし、ことこと桜さんはひどいですね。小学生だと。男子の人気は足の速さに依存しますが、女子の場合はそれが学力だった気がします。さて、ホワイトデーです。当然ここは光に返しましょう。返さなかったヒロインの評価が下がるので、少々困りますね。桜さんが爆弾作っちゃうやばいやばい。光の反応はそっけないものでした。ま、ギリチョコのお返しだからね。ことこがいたので一緒に帰ります。光の昇進度が上がり爆弾が加速しますが、誘わないとことこの昇進度が上がります。光の昇進度を回復させる場面は、この先にいくらでもあるので、ここは一緒に帰っとくが吉。さ、練習試合です。試合前に光が声をかけてくれました。かっこいいところを見せたりましょう。レースって面白いですよね。面白いかけっこゲームとかないですか。運動の数値は12分に上げてあります。まあ楽勝です。勝利時のセリフが、楽勝、楽勝、だったので、かなり余裕があったみたいですね。やったね。やったぜ。さあ、
春休みですが、何もないので8倍で行きますよ。さあ、始業式です。田所も2年生になりました。おや？ずいぶんと下船な学校なのだ。前作のヒロイン、伊集院霊の妹、伊集院霊ちゃんです。声優は田村ゆかりさんです。ヘリで堂々と通学。それにしても脱税制服着てんな。特注したのかな？恥ずかしくないの？ちょうどよい。校長室に案内するのだ。ついでにメイのカバンを持つのだ。メイのカバンを持てるとは光栄なやつなのだ。横のホモに銃を突きつけられ、校長室に案内する羽目になる田所。しかもこの銃マシンガンですよ。さて、クラス外ですが、匠とホカリとはまた同じクラスのようです。そして、桜さんとも同じクラス。登場しているヒロインで最も仲の良くない子が、2年では一緒です。ちなみに、ホカリが好きになるのも主人公が最も仲の良くない子となります。なので、基本的にホカリとは恋敵になりにくいですね。なお、本命ヒロインがバッティングすると、決闘することになります。決闘とは、文字通りの決闘です。コマンド型 RPG ターン制バトルで戦います。決闘はしませんが、同様のバトルシーンが今後あるのでお楽しみに。光と下校することができました。爆弾ができてない確認にもなりましたね。よかったよかった。さ、何もないので4倍速で。おや？ついに来ましたね。誰かが爆弾を作ったようです。光、琴子、桜、伊集院の誰かです。光ならイベントなどで挽回もできますが、琴子だと苦しいですね。さっき一緒に帰ったから、光ではないような気がするんですが。電話禁止プレイである以上、爆弾の持ち主が誰なのかは直接確認できません。電話して解除することもできません。なので、そわそわしながらプレイすることになります。落ち着きませんが、しょうがないね。あら、おやおや、下校時に琴子が会話してくれました。つまり、爆弾は琴子ではありません。多分光でしょうね。6月に光の誕生日があるので、そこで昇進度を回復させたい。もしもし。ここで、まさかのホカリからの電話。実はだな。壮大なカミングアウトの予感。ごくり。俺。さくらさんのこと好きなんだ。あ、これはかわいそうなパターンですね。なぜかわいそうなのかは口述。ホカリがさくらに恋していることを知った田所は光に電話してダブルデートを取り付けます。自分の恋には腰が重いのに友人のこととなると行動が早い。いいやつじゃないか。というか光とさくらは相性が悪いんですが、そこは大丈夫なんですかね。デート場所は遊園地。緊張気味ですね、ホカリくん。おしゃれに気を使っているとは言えないラフな格好の二人。服装の良し悪しは好感度依存です。この二人はマシな方です。さあ、二人組に分かれてジェコス。率先して光と組むことで、自然にホカリをさくらさんとのペアにしてあげる田所。前回のジェコスの映像が不要だったので今回はスキップします。あー、気持ちよかった。このスリルがたまらないんだよね。あの二人はどうかな。ホカリ、サクラの様子を気にする光。田所は気にしても仕方ないと諭します。人の心配より自分の心配しなくちゃ。え、何この反応は。目が怖いんですけど。なんでもない。さ、早く合流しよう。次は観覧車にしましょう。なお、メリーゴーランドはほぼ全てのヒロインに不要です。例外は桜と美穂だけ。ま、あんな馬に乗るのって確かに恥ずかしいからね。子連れじゃないと楽しめないよね。観覧車はつまんないのでスキップ。邪魔なんだよ、あの観覧車。いい眺めだったね。一周するだけなのに、別世界にいる気分だったね。そうだね。二人だから。田所が何気なく口にした言葉、
光は拡大解釈して頬を染めます。今日は最高だったね。今日はありがとう。この恩は一生忘れない。田所の気遣いに感激するほかり、応援してるぜ。お前の思いは絶対に成就するよ。これで光の爆弾も解除できたかな。よかったよかった。育成の方もいい感じです。2年目までは部活メインで行い、休日に勉強。ストイックな学生ですね。おや、ここで匠との下校イベント。もしかしたらここでいろんな話が聞けるかもしれません。お前さ、誰のことが好きなんだ。来ました。匠のターゲットに光が入っていると女の取り合いで決戦することになります。匠が光を狙っていないことを祈りましょう。俺はもう絞り込んだよ。みゆきちゃんはちょっと不幸だけど明るくめげないところがいいよな。セフセフ。あかねちゃんは忙しくてなかなか大変だけどけなげだしグラマーなところがいいよな。グラマー。カエデコちゃんはドジでおっちょこちょいだけどそこがまたいいよな。よし、一番不安だったところの安全が確認できました。ま、動画的には最後の決戦があった方が面白いんですがね。2回目の体育祭、今度こそ活躍して女の子に褒めてもらいましょう。今回は棒倒しを選択。棒倒しではあらかじめ用意された陣形を使って戦うこともできます。その数なんと30通り。ただのネタでしかない陣形もあります。今与えられた情報をもとに戦略を練っていきます。しっかり育てているので田所は高パラメータですね。守備の薄い左側に戦力を注ぎます。ほかり強すぎー。このモブも優秀。匠はゴミなので肉壁になってもらいます。長いので倍速で適当にやっても攻守にメリハリをつければ勝てます。各ユニットの能力は傾向があるのでそれぞれ適した役割を任せましょう。ちょっと極端かな。まあええやろ。はい、ミニゲームが充実しているときメモにですが、私は棒倒しが一番好きです。落ちたな。さあ、きっと光もメロメロでしょう。田所は得意顔で引き上げます。嘘だろお前。さあ、育成に戻りましょうか。交流がなくともパラメータを上げておけば、ヒロインの評価は上がります。運動の数値によってはインターハイの出場がかかってくるので、抜かりなく育てましょうね。うっかり平日コマンドで勉強や遊び、おしゃれを選んでしまうと他のヒロインが登場してしまいます。ちょっと容姿が落ちてきましたね。クリスマスで容姿が100に満たないと、悲惨なことになってしまいます。笑う要素なくね。特に意味のないイベントです。これで好感度が上がるとかはないです。さあ練習試合です。長いので倍速。楽勝と抜かしたところ、スポーツマンシップに反するのでやめた方がいいよね。やったぜ。容姿が80を切りました。ここでなら平日コマンドでおしゃれをしても、ことぶきみゆきは登場しません。さ、ここで光の誕生日。日曜日なので、家まで渡しに行きます。ガラスの置物を選ぶとイベント発生。あ、君たちはなんだ。野獣くん、どうしたの？
やっぱり壊れてるじゃん。嬉しいな。あ、中に入って、ね。どうぞ。お邪魔します。プレゼント、開けてもいいかな。多少ね。光は可愛い小物が好きなんですね。え？光の喜ぶ顔が見たいんならデートに誘ってあげればいいのに。バカ。バカだね。もうバカ。ありがとう。さあ、しばらく何もないので4倍速で行きますよ。まあまあの出来です。それにしても、光の国語がすごいですね。この学校のテスト、平均点が低そうです。5教科400点未満でも、校内偏差値65位ありそうな感じ。順位まとにね。さあ、夏休みが始まりました。ほぼ育成で終わりますが、今回は花火大会も行きたいですね。しっかり情報誌に目を通さないとね。花火大会誘えないからね。夏の間に用紙を上げておきます。パラメータの目標値としては、分、理、計は150以上で3年の2月、運動は250以上で3年の8月ってとこです。用紙はまあ、2年目のクリスマスに100を行ってればいいでしょう。さあ、花火大会です。ここは光と見に行きたい。断られないと良いな。電話来そうな気がしてたんだ。花火大会？うん、行く行く。行くせ、行く行く行く。うん、いいよ。じゃあ待ってるね。やったぜ。野獣くん。かわいい。光の全衣装の中でこの浴衣が一番好きです。浴衣着てきたんだ。どうかな？すっごく似合ってるぜ。私のお気に入りなの。思い切って着てきてよかった。当日に誘われてその日のうちに浴衣を見繕って着てくる行動力、待っていたとしか思えないですね。ドバーッ。何これ。花火大会の大会でもはや名残ですよね。何も競ってないし。ここはただ思考するだけでいいんです。相手が求めているのは共感だからね。迫力もあるけどさ、音もすごいよね。もう震えちゃうな。よっしゃー、2回もバッチリを出しました。気が狂うほど嬉しいんじゃ。絶対だよ。ねえ、よかったら途中まで一緒に帰ろう。少しずつですが着実に距離を詰めていってますね。さて、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。はい、おまけとしてこんな映像をつけました。見てくれよな、頼むよ。
今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ときメモに電話縛り動画パート3始まるよ。今回は2年の2学期から年明けまでです。少しずつですが、着実に光との仲を発展させていく田所。まだ光は田所にときめいておらず、立ち絵も有効レベルのものです。果たして田所は光からの告白を受けることができるのでしょうか。いや、知ってるか？さくらさん、転校したんだってさ。突然の報告、さくらさんが転校してしまいました。問題は純のやつさ。昨日電話で教えたんだ。で、今日は病欠だってさ。さくらさんに恋していたほかり、思わぬ形で失恋することとなったショックで、学校を休みました。せっかくデートまでしたのにね。ちなみにさくらさんは、大門高校という野球部の強豪校へ転校しました。主人公が野球部に所属し、甲子園に出場することができれば、決勝で戦うことになります。さくらさんルートは、遠距離恋愛だったんですね。野獣くん、大活躍だったね。ずっと見てたよ、君のこと。やったぜ。順調ですね。今、爆弾は1個もなかったですよね。大丈夫だよね。さ、修学旅行です。ここで北海道を選ぶと、さくらさんと再会することができます。その後、匠に電話番号を教えてもらえば、改めてさくらさんと連絡が取れるようになるんですね。もっと派手かと思ってたけど。同じクラスの女の子との会話が、本来ならあるんですが、さくらさんの代わりに匠が出てきます。まさか、お前を試したんだよ。うっざ？なんだよ、その目は。なんやねん、その態度。さあ、4日目の自由行動は、ヒロインを誘って巡ることができます。野獣くん、どうしたの？一緒にトゥギャザーしようぜ。あ、いいよ。どうせ一人じゃ退屈なんだしさ。友達との約束はないんでしょうか。それとも、田所を気遣ってくれたのかな。こっちを睨んでるみたいだね。ちなみに水月さんも誘えたんですよね。ことことことデートとはなりませんでした。君とどっちが頼りがいあるかな。冗談だよ。巨大な鹿が現れました。ここは光を逃がすために戦いましょう。うん、この BGM。さあ、鹿とのバトルです。このバトルでは、自力で勝つかお助けによって勝つかの2パターンの結果があります。主人公のステータスは、体調や容姿、学力などのパラメータに依存します。HP は体調、MP は容姿、攻撃は運動、防御は根性、魔法は学力により強さが決まります。自力で勝った方が光のときめき旅の伸びは大きいのですが、お助けが入っても問題ありません。一定ターンで、敵はこちらを瀕死にする特技を使ってきます。体調が低いので ATB バーの溜まりが遅いですね。しかしまあ、遊び心のある作品です。いろんなところにプレイヤーを薬とさせる工夫がありますね。喋ることもないので8倍で。一定ターン経過での特技がここで発動します。特技を使ってきた時点で、バトルは終わったようなものです。それにしても、あと少しで勝ててたと思うので、もったいなかったですね。最初から勝てないつもりでいたので、勝てたら良いな程度に考えてました。まあ、茶番のような演出でも見ていましょう。拙僧にお任せなさり。この声は。正義のコムソウが推散しました。まあ、こんな感じでお助けキャラが侵入し、バトルを終えてくれます。虫かよ、怒りを沈めた。声優の無駄遣い。ですが、このバトル自体の遊び心はとても面白いと思います。コナミさん、新作出してくれよな、頼むよ。コムソウにより、シカグレートはルマンドの食べかすのように散って行きました。はしたないところをお見せしてしまった。はしたなくなかったですよ。ありがとう。
若本さん。試合には勝ちました。なお、選んだ旅行先によって、登場する敵やお助けキャラは変わります。戦利品として鹿の角を手に入れました。が、特に意味はないです。野獣くん。危なかったね。でも、助けてくれて嬉しかったよ。好感度アップ、やったぜ。野獣くん。お、どうしたどうした。ちょっと、表の方を散歩しない？光からお誘いが。うん、今から。さっきのバトルで守ってあげたことで、光の評価が一気に上がったようです。日本の歴史って、あんまり意識しないけどさ、すごいんだよね。あまり、なら、京都感のない背景ですね。歴史って、刻まれるものなんだよね。ものだけじゃなく、私たちの心にも。その通りです。ネットにさらされたホモビを消せても、それを見た者の心には刻まれたままです。そんなことないよ。ちょっと考えただけ。でも、楽しかったな。楽しそうだね。旅行自体も楽しかったけど、やっぱり、君がいたから。お、そうだな。なんでもないよ。さあ、戻ろ。ここの、言ったことを後悔したような光の表情が好き。さあ、こうして修学旅行は終わりました。修学旅行は、特にヒロインとの関係が進展しやすいイベントです。おや？やあ、今日。この日、響の高校に教育実習生がやってくるようです。ああ、生徒諸君。わしが、この高校の校長。このタイミングで自己紹介するなよ。みんな知ってるっつーの。では、教育実習生に挨拶してもらう。麻生かすみです。おや？この人は、主人公が幼い頃にお世話になった近所のお姉さんです。教師だけあってガードが固く、また登場が遅いこともあって、本作屈指の難関キャラです。2週間という短い間ですけど、よろしくお願いします。しかし、色彩がちょっとね。いろんな意味で着づらそうな服です。早速、下の名前で呼ぶ匠。ねえねえ、初太だからこそ許される慣れ慣れしさですね。ほかりが匠のように振る舞ったら、許されない雰囲気になると思います。なんでこんなところに？いつ戻ってきたの？この反応好き。おい、かすみさん。なんだ、知り合いだったんだ。そうだよ。野獣くん。お。立ち絵が、ときめき状態のそれになりましたね。ようやくですね。ところで、下校イベントでは相手の呼び方を変えることができます。日の本さん、とかにすると、光は怒って爆弾を作っちゃうので、今まで通りでいいよね。待ってたんだ。ねね、一緒に帰ろうよ。ときめき状態になると、ヒロインから誘ってくれるようになります。それは下校だけに限らず、デートの誘いも向こうから来ます。こうなればもう光の爆弾は気にする必要がないですね。問題はなぁ。ことこか桜さんなんだよなぁ。ここで、伝説の鐘のイベント。あの鐘、実は鳴らないことが判明します。鐘を鳴らなくしたのは本作の隠しキャラ、九段下舞香というバイトばかりやってるキャラで、かすみさんの親友です。鐘を稼ぐならもっといい方法があるのにね。とキメモファンドとかどうでしょう。かすみさんの実習期間ももう終わり。2週間というのはリアルな実習期間ではありますが、ゲームだと本当に一瞬で過ぎますね。ここで光が登場。こちらもデレジの新立ち絵。もう少し痛かったけど、大学の方もあるからね。まだかすみさん家に遊びに行ってないのに。残念。今度、二人で大学の方に遊びにいらっしゃい。と言っても、かすみさんの大学に遊びに行くというイベントはありません。社交辞令だってはっきりわかんだね。うん、そうだけど。じゃあ、駅まで見送りに行っていいですか？光とかすみさんは仲良さそうですね。田所が引っ越した後も交流があったのでしょうね。二人で行きますから。え？ええ、ちょうどお昼の電車に乗るから。はーい。じゃあ、私、片付けがあるから。さりげなく田所とのデートを取り付ける光、作詞ですな。じゃあ、
コマンドを消費するのが痛い。ところで、本作には3作のサブストーリーが発売されています。そのうちの一つ、MRO は問題作とされ、ギスギスドロドロした展開があります。光とかすみさんの関係が冷えっ冷えになりますよ。光の立ち絵が可愛い。逆に、かすみ先生その帽子は一体。このファッションって1999年ではオシャレだったんですかね。ナウイファッションだったの。朝電話で起こしてあげればよかったのに、光ちゃん。は、そうか。あ、そうだな。あ、もうそろそろ時間ね。しかし、本当にこの光可愛い。今でも通用する可愛さですね。私は雨の日限定のこの立ち絵が好きです。季節で服も変わるからめったに見れないんですよね。さよならじゃなくて、行ってらっしゃいなんですね。帰ってくることの伏線か。話は戻りますが、時メモ2のキャラクターデザインは4と同じ大塚明さんです。4では随分絵柄が変わっていましたね。また光と下校デート。最近は光と帰ってばかりですね。水月さんが一人になっちゃいます。こうして光と帰ってばかりだと、他のヒロインの昇進度が上がるため、これもこれで厄介なんですよね。さて、そろそろ文化祭ですが、前年と同じで光と茶道部に行きます。見どころもないので4倍速で行きますよ。サブストーリーズの OP の触りの部分でも見ていてください。こち亀っぽいのはご愛嬌。さあ文化祭もつつがなく終わり、年の瀬が迫っております。おや？野獣くん、今度の日曜日、遊園地に行きたいんだけど、連れてってくれない？なんと、ついに、光からデートの誘いが入りました。普通の下校イベントだと思いましたね。ちょっと内心ドキドキしてたんだ。しびれを切らしたといったところでしょうか。ついに光が動き出しました。こうなると光の爆弾は多分大丈夫ですね。じゃ、初デート行きましょ。光は随分早く来て、バス停で田所を待っていた様子。退屈してたんだ。そんなことないよ。私は来たかったから早く来ただけ。田所は、光ってまず怒らないよなぁ、と思ってますが、間違いですよね。気を損ねやすいですからね。他のヒロイン攻略時にはとんでもないお邪魔キャラになります。ね、この点では、4の星川さんも同じですね。他のヒロイン狙いなのに、運命の木に星川さんがいた時は困惑しますね。さあ、新しくできたバーチャルハザードにしましょう。バーチャルハザードではミニゲーム形式でゾンビを撃つことができます。特に結果で何かが変わることはありません。用事か？お前クビや。落ちろ。あーや、撃つぞ俺。撃墜数で光に負けてますね。あのさ、まずかねえのは。まあ、こんなもんだな。ここでボスみたいなのが出てくることもありますが、今回は出ませんでした。あの最後の敵、動きが全然読めなくってさ、手こずっちゃったね。この選択肢の中では一番下が最善ですね。そうだね、あんなに生命力あるなんてね、ラスボスって感じだったね。割といい印象を与えました。バッチリじゃないですが、まあ有効度もときめき度ももう十分なので OK です。あのさ、一緒に帰ろうよね。デート後には
その場で別れるパターンと、途中まで一緒に帰るパターン、そして一緒に帰るパターンがあります。普通最初はその場で別れるんですが、光だけ最初から途中まで一緒、なんですよね。クリスマスまでに養子を100以上に育てないとパーティーに参加できません。忘れてないよね。期末テストも大丈夫でしょう。練習試合です。勝利時のセリフでステータスの到達度合いを確かめましょう。お、陸上部の立ち絵も変わってますね。胸のところに鐘のデザインがあります。あ、これはもともとか。気合い入れていこう。私がついてるからさ。長いので倍速。野獣くん大活躍だったね。やったぜ。さてさて、テストの結果はどうかな。5教科で400点を超えました。おや、匠の点数、これは光の国語力すごいっすね。まあ、平均80点超えれば、自画自賛してもいいでしょう。野獣くん、おん、すごい成績だよね。驚いちゃった。実力だよ。今度勉強教えてね。このようにテストの結果が良いと、仲の良いヒロインが声をかけてくれます。やあ、匠から伊集院家のパーティー招待状をもらいます。用紙もなんとか9大点に達したようです。これで追い返されなくて済みますね。会場に入れないと右のような悲しい絵が流れます。しかもスキップできず、長い。入場する際に、このホモに養子の審査を受けなくてはいけません。2年目は養子100以上、3年目は120以上ないと門前払いを食らってしまいます。無事通過。伊集院霊がいるようですが、テキストのみですね。お兄さんと言ってますが女です。野獣くん。ここで、最も親しいヒロインと出会います。が、2年目は特にイベントも起こりません。君も招待されてたんだね。嬉しいな。光の勝負服はちょっとおばさんくさい。楽しみましょう。ところで、匠やほかりもこの会場にいて、普通なら仲の良いヒロインと肩を並べて登場するのですが、出てきませんね。男とはぐれちゃって、私探してくるね。匠とほかりも卒業までに彼女を作ったり作らなかったりするのですが、主人公含め全員彼女ができず卒業式を迎えると、さあ、今画面ではプレゼント交換が行われています。引き当てたプレゼントが登場済みのヒロインのものであった場合、少し有効度が上昇します。さあ、誰のプレゼントがもらえるのでしょうか。これは架空のバンド DM レの CD みたいですね。ちなみにこのプレゼントを持ってきたのは白雪真帆ちゃんです。白雪真帆は隠しヒロインの一人で、攻略難易度も高いです。というのも、立ち絵の微妙な差を見分けて、デート時の選択肢で正しいものを選ぶ必要があるからです。姉とは思考が大きく異なるので、うっかりメルヘンな選択肢を選ぶと悪い印象を与えかねません。なお、主人公が美穂と魔法別人と知るのは、エンディング直前の二人の誕生日イベントになります。攻略してて面白いヒロインですよ。次第にデートに出てくる頻度も上がって、専用の立ち絵も可愛いですしね。おや、正月の朝からチャイムが鳴りました。なんと、光が晴れ着姿で訪問。おめでとう。これから初詣に行こうよ。こんなの断れるわけがないんだよな。普通前もって電話しませんかね。断らせないための知恵かな。うん、ゆっくりでいいからね。気づくのをせいよ。あ、うん、どうかな。どれを選んでも失敗ではないですね。ま、真ん中ですかね。君に褒められるのが一番嬉しいな。デレデレじゃないですか。あと1年以上あるんですが、これもう余裕じゃないですか。参りするまでに時間かかりそう。元旦から初詣って皆さん行きますか。それもそうだね。考えても仕方ないことは考えないようにしよっと。私は1月に襲名以降に行きますね。人混み嫌だしね。恋愛成就を願いましたが、もしかしたら意味ないかもしれないですね。
学業や健康の方が良かったかも。そうこなくっちゃ。大凶って本当にあるんですね。中吉だ。去年は小吉だったから上り調子だね。中吉なんて最高だよ。上が上ってるし悪くないし。光は相当のポジティブ思考ですね。羨ましい限りです。また来年も来られたらいいな。ところで、ね、私はおみくじで末吉を引きました。今日じゃないだけマシだと思っていたのですが、そのおみくじは今日以下がないそうです。つまり末吉が最悪です。今日がないのはいい、でもそれを明かしてほしくなかった。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ときメモに電話縛り動画パート4ハージマールよ。今回は年明けから。おや、いきなり光から電話が。日の元です。今度の日曜日、遊園地に行きたいんだけど、連れてってくれない？飽きないのかな？遊園地しか行ってない気がします。しかし、動画開始早々これですよ。テレッテレですわ。ちょっと内心ドキドキしてたんだ。うん、いいよ。じゃあ待ってるね。もう付き合っちゃえよ。というか、旗から見たら付き合ってますよね、これ。光はそれを狙っているのか、まずは外堀から埋めるみたいな。冬服になりましたね。普通に可愛い服装です。好感度が上がるほどに立ち絵も可愛くなります。これは全ヒロイン共通です。退屈してたんだ。そんなことないよ。結構怒ると思うけどね、光は。田所は鈍感。そうだね。久しぶりに遊園地に来たみたいな会話。じゃあどこに行く？今回はジェットコースターに乗りましょう。行こう。あ、行く。うん。ジェットコースターの映像は今回もカットです。不快に思う方もいますからね。嘘やろ。すいません、許してください。何でもしますから。生き返れ生き返れ。あかん、これが患者死ぬ。そろがいいんだ。閉まるぞ。もちろん。うん、たまらないぞ。ジェットコースターってさ、最初ゆっくり上がっていくところがドキドキするよね。わかる。共感してあげましょう。真ん中が正解。それは言えてる。山の向こうはいきなり滝って感じ。分かってても怖いんだよね。霊的なものは怖がる光ですが、スリル的な怖さは好きみたいですね。あれ、ゾンビ屋敷もノリノリでしたよね。でも気も試し怖がってたよね。まあ日本的ホラーの方が怖いしね。おやおや。あのさ。あのさ。なんやなんや。今日誕生日でしょ。プレゼントだよ。はい。なんと、すっかり忘れていました。光は田所のためにデートに誘い、誕生日プレゼントまでくれました。誕生日が休日になるとこういうことがあるようですね。またしても唐突にすみません。でもいい曲でしょ。野獣くん。バレンタインデーです。光から飲みもらえるのがベスト。理由は一人にしか返せないから。あげるよ。光から手作りのチョコをもらいました。爆弾型のチョコレートだったりして。じゃね。田所は、何を慌ててたんだ、とか思ってますね。鈍感主人公の走りって誰なんでしょう。気づいたら定着していましたよね。まあ、主人公を鈍感にしないと、物語が終わっちゃうからね。しょうがないね。本命チョコもらって何か不満があるんですかね。とにかく、バレンタインは最高の結果。野獣くん、待って
先ほどから光との下校が続けて起こります。これ、あまりいいことではないんですよ。あの女の子の昇進度が上がり、爆弾発生につながりますからね。テスト結果、光も成績を上げてきましたね。主人公への好感度が高いと、ヒロインは主人公と同じ行動をします。全く勉強をせずに全ヒロインの好感度が高い場合は、テスト結果が悲惨です。さて、やはりどうしても動画が冗長になります。要点以外はカットして、短い動画にまとめようとも思ったのですが、電話を使っていないことを証明しなきゃいけないので諦めました。しかし、話すことなくなるので何か新しいことが起こってほしいですね。おや？野獣くん。あ、君たち来るな。明日、遊園地に行きたいんだけど、連れてってくれない？もう飽きたよー。他のところ行こうよー。よかったー。まあ行くんですけどね。了解了解。せめて新しいデート先でも行ければ絵的にも目新しいんですけどね。情報誌でも見るか？マルハゲドンはひどい。デート当日です。親の顔より見飽きたバス停。お、この春服立ち絵も可愛いっすねー。光とのデートですが、代わり生えないので倍速。そんなにジェットトースターのスリルが好きならバイクにでも乗ったらどう、とキメも読んだと乗れます。ねえ、お腹空かない？時間もあるしさ、どこか寄ってこうよ。あれだな。そうですね。追加デートというイベントが起きました。この後、二人で食事に行きます。ときめき状態のヒロインとのデートで良好な選択肢を選ぶことで発生します。今回は喫茶店ですね。あれ？コーヒーだけでいいの？まさか。私のパフェ、少し食べる？いいよ、来いよ。無理しないで、ほら口開けて。あーって。スプーン使ってないじゃん。もっと美味しそうに食べろよ。美味しいでしょ。パフェ減ってないやん。光との間接キスに戸惑うたどころ、今さらこんなうぶな反応されてもね。なお、追加デートは1ヒロインに大体2パターンあります。なぜか赤いホムラだけ4パターンもあるんですよね。一方で、白雪美穂は喫茶店のみ。まあまほとの兼ね合いもあるからね。さあ、ついに高校生活も最後の1年。クラス替えですが、この二人とはまたもや同じクラスです。でもそれほど絡みないから同じクラス感ないんですよね。最高よ、ハッピーだね。3年目は最も親しいヒロインと同じクラスになります。つうか最高にハッピーってなんだよ。同じクラスなんだよ、ハッピーだよ。そうだよ。君はそう思わないの？ちょっと失望したような表情好き。そうだよね。自分と同じクラスになって喜ぶ光に、田所は戸惑います。何の問題があるんですかね。今年、この学校に赴任してきた麻生かすみです。このクラスを1年間担当することになりました。皆さん、よろしくお願いします。新任で入ってきたかすみ先生が、なんと担任になります。驚きを隠せない田所。実はこれ、事情を知った光がわざと隠していたようです。いつの時点で内定していたんでしょうか。教育実習の時には決まってたのかな。うまくいったでしょ。もうバッチリ、口が半開きだったのよ。うん、私電話で聞いてて、内緒にしようって約束したの。とまあ、そういうこと。さて、3年目になるともう新たにヒロインは登場しません。つまり、コマンドが自由に選択できるようになるわけです。もちろん、電話コマンドは選べませんが。ここで、光との下校イベント。野獣くん、待ってたんだ。よかった。いつもの下校イベントと思いきや。あら、二人とも今帰り？
そういえば一人一緒なんて珍しいわね。別に珍しくないよ。光、ちょっと怒ってますね。怒ってない。あ、ちょうどいいわ。二人とも車で送ってあげようか。かすみさん、結構空気読めないんですよね。私、帰る。ああ、やべえよやべえよ、爆弾作っちゃうよ。あらら、お邪魔だったみたいね。ほら、早く行ってあげなさい。お前が原因やぞ、こらー。小学生みたいな傘ですね。何よ、憧れのかすみお姉ちゃんと帰るんじゃなかったの？わかりやすすぎ。こういう嫉妬表現大事ですよね。怒ってなんかないよ。嘘やろ。いいよ、もう来てくれたし。ぎゅうさ、帰ろ。さすがの制裁力ですね。やっぱり光がナンバーワン。ところで、さっきはかすみ先生から帰りに誘ってくれましたけど、下校イベントではほぼ断られます。教師と生徒やから無理とか言って普段は突っぱねるくせに。今、登場しているヒロインは5人です。ヒカリ、コトコ、サクラ、メイちゃん、先生。ヒカリと先生は違うと思います。コトコか、サクラですね。今後、場合によってはヒカリとの下校を断った方がいいかもしれないですね。いや、それだと複数爆弾になるかな。あと1年弱、爆発させずに逃げ切るしかないですね。野獣くん。そら来た。ボーリングに行きたいんだけど、行かない？ついに光が、遊園地以外の遊び場所を見つけたようですね。ボーリングに誘ってきました。さすがに遊園地は飽きたんだね。ボーリングだけにボーリングってか。頑張れやサル。うんうん、遅刻しないでね。光は大丈夫そうですね、爆弾。でも、コトコの爆弾が爆発した場合、一気に有効以下にまで評価が下がります。これまでの積み重ねもパーになります。野獣くん、ちょっと早く着いちゃってさ。響きの知って結構都会ですよね。野球場もあるし割と何でもあるね。もう少し軽いやつにしよっかな。ゆっくり探してくればいいよ。3番目は明らかな地雷ですね。森吹くほどでもない限り多めに見ましょう。ありがとう。あ、でもこれでも大丈夫だよ。まあいいでしょう。気を損ねなければね。ねえ、お腹すかない？よかった。さあ、2度目の追加デートです。前回は喫茶店でしたが、今回はハンバーガー店ですね、うん、じゃあ適当に買ってくるね。先に席を取っといてくれる？光の方がリードしてますね。田所は完全に受け身です。てかワニカラバーガーってなんだよ。なんか、いつもより美味しい気がする。まだバーガーの包装開けてないじゃん。そうだよね。あ、口のところにソースついてるよ。はい、取れた。超能力かな。明らかに身動きしていないんですが。と、こんな指摘は野暮ですね。そのバーガーって、こういう味のソースなんだ。あと美味しそうに食べろよ。私も次からそれにしよっかな。次のことはいいから、目の前のものを食べたらどうですかね。3年目の体育祭ではヒロインと食事をとることができます。じゃーん。ねえ、あっちで一緒にお弁当食べよ。完全に夫婦ですね。間違いない。今日はスタミナたっぷりの体育祭しよう。特別弁当だよ。どうやら光は料理下手じゃないみたいですね。じゃあ私も食べちゃおっと。へーだ、油断する方が悪いんだよ。そっちこそ、夫婦で競技することになっても知らないからね。このようにイベントが発生するのは光だけです。優遇されてるってはっきりわかんだね。光って後ろで腕組む体勢多いですね。ここは100メートル走を選択。
陸上部の力を見せてやりましょう。体育祭で陸上部が野球部に負けてると、なんとも言えない気持ちになりますよね。私の学校ではスポーツエリートは野球部に集まっていました。どこも大体そんな感じかな。よーい。運動のパラメータが、大体240くらいあると、このように画面が変わります。もうボタン連打はしていません。謎の精神世界に突入したたところ、これ、無駄に長いんですよね。鳥の羽のようなものが飛び散っています。何なんでしょうね、これ。ゴールが見えました。ゴールテープ持ちの女子生徒2名が意識不明の重体。また、走者の田所が黒焦げで倒れており、軽傷を負いました。すっごく頑張ったね。最高だったよ。やったぜ。さて倍速です。光の誕生日です。迷彩バンダナをあげるのはやめようね。どうかしたの？嬉しい。本当に嬉しそうですね。よかったね。それより爆弾大丈夫かな？心配ですね。野獣くん。はいはい。今度の日曜日さ、室内プールに行くんだけど、付き合ってくれない？そうねんわ。よかった。うんうん。室内プールだってさ。夏なんだから普通にプールか海に行けばいいのにね。まあ、田所は陸上部と水泳部と空手部の掛け持ちです。きっと水泳は得意でしょう。7月なので、光も夏服ですね。ダチエって腰から上しか見えないので残念ですね。ちょっと早く着いちゃってさ。そうだね。女の子はみんな日焼けを気にしちゃうからさ。陸上やってる割に肌白いですよね、光。みんな大胆な水着だね。私にはとても着られないな。大胆な水着なんて、私にはとても着られないな、ちら。陸上のユニフォームの時はまな板っぽかったですが、脱ぐとすごいっすね、光さん。え、そんなことないよ。光ウッキウキで笑った。わらわら。ねえ。よかった。さあ。追加デートですがスキップします。前回と全く同じやりとりだからね。同じやりとり見るとちょっと萎えるよね。さあテスト発表。いいぞこれ。おや？野獣くん。何かな？決まったよ。私、インターハイ出場決まったんだ。おめでとう。君もすごいんだよ。なんやて？うおー、やったぜ田所。というか、なんで他人事みたいなんですか田所は。実際の陸上部のインターハイ出場も、こういう感じで知らんうちに決まるの。私は、大会の結果とかでその場でわかるものだと思ってました。まあ何派ともあれ、インターハイ出場が決まりました。野獣くん、インターハイなんてすごいよ。さあ、インターハイです。全国大会では、運動のステータスの他に、部活経験値が考慮されます。部活動コマンドの選択回数や合宿に出ていたかなどで蓄積される内部パラメータです。突然ですが、全国大会で戦っている相手の高校名をご覧ください。パワポケでもありましたね。湖南学園の金太一や社六など。無事優勝しました。ここで私、光のセリフをスキップする痛恨のミス。光は優勝を逃したようです。実はこれ、珍しいパターンです。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ときメモに電話縛り動画パート5はじまあるよ。今回は夏休みから最後まで。倍速が多いのでご容赦ください。忘れ物してないよね。着替えとか、日常の備品とか。
そんなことだろうと思った。はい、二人分持ってきたから貸してあげるよ。君のことは何でも見通しだよ。なら忘れないように前もって言ってよ。というか、インターハイ終わったのに合宿するのか。あ、ミスった。なんでベースの開発だ。このイベントで爆裂残だとストレスが一気に溜まります。あ、そこ行きますよ。さて、3年目の合宿を終えると部活ごとに奥義を習得します。この奥義はバトルで使えますが、今回は出番がありません。野球部の場合だと巨人の星のような BGM と共に思い込んだら、なる技を習得します。陸上部の場合は世界一周100メートルダッシュという技のようですね。なんだかもうわけわかんない名前ですね。ストーンエッジかな。倍速を挟んでいきます。ネットリインターホンが鳴りました。野獣くん。光の浴衣姿、新しいパターンですね。これから花火大会に行こうよ。よかった。通過事前に打ち合わせませんかね、普通。花火と言ったら、やっぱ浴衣だよね。遠回しに浴衣姿を褒めるよう光に言われます。ここは期待に応えてあげましょう。そんなこと言って、バカ。あ、もう可愛いな。花火がパーッと散るたびに胸がドキドキするんだ。ドキがムネムネ。3番目は選んではいけませんよ。絶対だぞ。まあ無難に2番目ですよね、ここは。おっと、手が滑った。あ、エッジ、今胸触ろうとしたでしょう。うん、絶対触ろうとした。地雷選択肢と思いきや、まさかの好反応。ちなみに、真ん中の選択肢の俺も興奮してるよを選ぶと、バッチリ評価がもらえますよ。さて、ただいま右に出ているのは隠しヒロインの野崎すみれです。主人公より1歳年下で、学校にも行かずに先行きの暗いサーカス団で働いています。固定イベントしかないので、彼女と普通のデートはできません。さて、進路相談です。で、進路はどうするつもり？かすみさん、服のセンスなくね。まあ、大学行っときましょう。4年間のモラトリアムを金で買う、それが大学というものです。希望はよくわかるわ。ただ一流大学を目指すと言ったら難色を示されました。ついスキップしてしまいましたが、文化祭でクラスごとに出し物をすることになったそうです。クラスで出し物ね。完全に校長の一存で決まりました。この学校の校風は自由じゃなかったのか。校長が自由なんだね。野獣くん、その呼び方いつまで続けるの。私は小物屋がやりたいんだけど、どうかな。ええやん。小物屋できたらすっごく頑張るんだけどな。言うても小物屋って不用品集めて売るだけですよね。仮装行列を選ぶと残念なことになります。演劇を選ぶとホモ臭くなります。無事小物屋に決まりました。ここで光の要望を入れてあげるとイベントが発生します。これは光に限らず、どのヒロインも3年目の文化祭でこういうイベントがあります。桜さんの場合は転校しているのですが、仮装行列を選ぶことで再会できます。
ってきてもいいよ。え、本当か？うん、全部はダメだけどね。ややもあって、小物屋に出品する商品を物色するため、光の衛兵急行します。あんまり見ないでよね。あ、そうだな。こっちの箱と、そっちの棚は、だいたい平気。あとは、私はいいけど、買っていく人いるかな。お、この指輪なんか、子供が喜びそうだな。あ、それは他の人。うん、何やら複雑な表情の光。そうだね、匠が見つけた指輪が気になるようです。え、何が？ そんなことないよ。待ってくれよ。田所が気を利かせるも、匠がうんざりそうな声を出したため、光は遠慮します。結局、指輪は小物屋に出品されることになりました。ふう、うん、ちゃんと売れてるかなーってね。そうだよね、うん、きっとそうだ。売れないよ。うん、違うってば。うん、あ、そうだ、私ちょっと箱を見てくるね。ここで、田所は思い出します。あの指輪は、過去に自分が買ってあげたものだと。幼年期編をプレイしていないので初見の方には申し訳ないですが、そういうことがあったのです。急いで指輪を取り戻しに行く田所。そう変えて、なんだよ急に。ひかりちゃんの…ああ。あのガキっぽいやつか？ホコリをかぶって残っていたそうです。というか、出品前にホコリくらい払えよ。変わってるな。500円。うん、このクズ。あ、そこ行きますよ。おいおい、なんだよそれ。これもあれだな。おい、ちぇちぇ、なんて現実では聞かないよね。というか、本来は舌打ちの擬音であって、文字通り発音すること自体がおかしいというわけではないようです。光ちゃんが暗い顔しているのも珍しいから気になる。他によると、光が暗い顔して体育館の裏にいたようです。どうしたの？そんなに慌ててさ。そうなんだ。どう？結構売れてた？そう、よかったよね。え？指輪、私の、うん、ありがとう、うんうん、ごめんね、ごめん。そうだね、代わりのをくれたときは、そのときは、なんでもないよ。教室戻ろっか。文化祭も終わりだね。ちょっと気が抜けちゃった。文化祭の締めにキャンプファイヤー。うん、まだ時間はあるけど、気がつくと卒業だよね。高校卒業してからはもっと早いぞ。残酷なほどにね。私ね、この学校に来てよかった。とってもよかった。卒業まで二人一緒で楽しく過ごそうね。約束だよ。すべては爆弾次第。さて、2学期の期末テストで、なんと田所は学年トップに躍り出ました。インターハイも終わり、特にやることもなかったので田所は勉強ばかりしていました。
倍速で流していた通常コマンド時に実は熱心に勉強していたんですね。驚いちゃった。確かにこれは驚くわな。野獣くん、またデートの誘いかな。あのさ、来週のクリスマス二人でスキーに行かない？来たー。よかったちょっと内心ドキドキしてたんだ。ついにクリスマスイベントです。ここまで来たらクリアはもう確実だよな。さあ、クリスマスです。光瀬のクリスマスプレゼントを忘れずに持っていきましょう。ガラスのイヤリングを選びます。これを選べば今後光の服装が変わります。野獣くん、ちょっと早く着いちゃってさ。そんなこと、じゃい。すげー白くなった。はっきり分かった。私は晴れが一番好き。さあ行こうよ。快晴に恵まれてよかったね。というのもつかの間、天候が狂い始めます。雨じゃないから大丈夫だよ。さあ滑ろ。しかし、しょうがないね。二人はスキーを切り上げ、おじさんが経営しているペンションへ戻ります。嘘です。帰ろうにも電車が止まって帰れない。ああ、電車は止まっちょるよ。いつ動くかわからんが、あったかい待合室に入りんしゃい。駅員の粋な計らいもあり、二人は駅の待合室で身を寄せ合います。ごめんね、雪が激しくなってからも私がずっと滑ってたから。そうだよ。二人だけの思い出だね。あ、ごめん、私ちょっと疲れてるのかな。うん、大丈夫。うん。え、寝ている隙に光の耳にイヤリングを取り付ける田所。まあ、ピアスと違って穴を開けるわけじゃないですが。それでも、これはどうなんでしょう。好きな相手にされたら嬉しいですかね。ピアスの方が穴を開けるので痛そうですが、実際に痛いのは最初だけと言いますよね。ここで光が耳の異物感に気づきます。喜んでくれましたね。でも、これだと耳についてるから、光にはイヤリングが見えないよね。うん。車窓に映る自分の姿を見て、光はイヤリングを確認したでしょうか。二人だけの思い出を築いて、いつもの日常に帰ってきました。もう雪も止んだみたいだね。うん、一緒に帰ろ。さあ、このまま年末年始、ついに高校生活もクライマックス。最後の2ヶ月今日の高校生活、ついに今回のプレイも結末に近づいてきましたね。初詣イベントですが、ほぼ前回と変わりないので倍速。よかったね。卒業の年だもの、大吉が一番だよ。高校生活最後の初詣、ジーンときちゃう。決意しなくちゃいけないこともたくさんあると思うの、いろいろさ。うん、どうしたの？何を決意するのでしょう。さて、田所も自分の進路について心配しなくてはいけません。進路相談では一流大学を目指すと言っていました。ですが、インターハイで優勝したので陸上選手になることもできます。
まあ、現実なら推薦や AO で有力次第に行くところですよね。下校イベント、セリフがまた変化します。元気みたいだね。これからすぐに帰るの？もちろん OK。 二人で帰れるなんて嬉しいな。クリスマス後は反応が変わります。ほんと可愛いっすね。はい、榊です。やあ、女の子傷つけたやつ。え？おいおい、ことこー。視聴者兄貴、すぎません。今回のトライは、キップ？多分もう、失敗です。ここまで来たのに嫌われちゃった。光に嫌われちゃった。野獣くん。うおーおー。急に来ちゃってごめん。でも今日しかないから。光、おめでとう。これプレゼントだよ。大事にしてね。じゃあね。どうです、光はやっぱり光でした。ふ、それにしても、順調な二人の関係に、水を差す。こいつが悪い男でございます。ファイト！その調子だね。やったぜ。さて、残すイベントもいよいよ少なくなってきました。まずはバレンタインですね。野獣くん。これ、受け取って。チョコだよ。じゃあね。なお、ホワイトデーのお返しはもうできません。卒業式の後だから仕方がない。さあ、大学受験です。一般入試で一流大学を狙いましょう。結果は卒業式にわかります。卒業まで落ち着かないね。ここで、匠からある告白を受けます。みゆきちゃんと付き合うことになったんだ。誰？いや、照れるな。じゃあ、さっきゃん、行こう。さ、さっきゃん。うん。じゃ、たっくんとかたくみんじゃなく、さっきゃん。名字の方を活用するのか。さあ、残すは卒業式だけ。そのためだけにディスクの入れ替えをしなければなりません。感慨深く卒業の日を迎える田所。このまま終わってしまうのか、誰からも告白されずに。おや？机の中に手紙が。一体、差出人は？ことこだったら絶対行かねえ。ここからは口を閉じます。雰囲気大事だからね。急に呼び出したりして。やだ、言っちゃやだよ。私もう嫌だよ、離れ離れになるの。あの時君が引っ越しちゃった時、私すごく泣いたんだよ。毎日毎日ずっと泣いてた。でも泣いてばかりじゃダメだから、いつかまた会った時に泣き虫じゃ嫌われちゃうから、そう思って頑張ってきた。だから入学式の日、君にまた会えた時、泣かないって、君の前じゃ絶対に泣かないって誓った。でも今だ、卒業が近づいてきて、私あ
時のことを、君がどこかに行っちゃった時のことをいつも思い出して、苦しくて、君がいなくなるって考えるだけで涙が出ちゃうんだよ。もうやだよ、私、君のこと好きだから。あ、好きなんすね。黙れや、サル。野獣くん、ずっとずっと一緒だよ。こうして俺の高校生活3年間は幕を閉じた。思えばクラブにばかり出ていたような気がするな。ともかく、成績優秀のうちに卒業できてよかった。一流大学に合格もできたし、何も言うことはないな。そういえば、光は、体育大学に通うことになった。学校は違うけれど、学生同士だ。会える時間は多いと思う。彼女は、元気で可愛く、誰にでも好かれるから、ちょっと心配だけど、いつまでも二人で歩んでいける。この学校の伝説が永遠に語り継がれるように、俺たち二人の愛も永遠なのだから。5本というわけで、この上なく充実した高校生活を過ごした田所でした。琴子がちょっとかわいそうだけど、まあ光がフォローしてるでしょう。一時はどうなることかと思いましたが、無事に完走することができました。さて、この後、エンディングです。鳥肌注意。ときメモファンの方、鳥肌に、ご注意を。ときメモ屈指の名曲、あなたに会えて。あなたに会えて、と言ったら、合唱曲でも小泉今日子でも、ましてや小田和正でもない。ときメモにですよねー。いかんでしょ。さて、ご覧くださった兄貴たち、どうもありがとうございました。ぶっちゃけ編集めんどくさくなってぶん投げようかと思いましたが、他にやることないので完走できました。冗談です。見てくれた方々のおかげで完走できました。ありがとうございます。さて、今回の縛りプレイでは光を攻略対象にしました。他のヒロインでもできるのかはわかりません。ただ、非常に難しいと思います。というのも、光がいるからなんです。攻略対象外になった光は非常に厄介な存在で、爆弾の量産体制に入ってきます。まあ、興味のある人はやってみてはどうでしょうか。桜か白雪ならできるかもしれません。さあ、お狩りの進路はどうでしょうか。え、進路は、さて、完走した感想。というのはやめましょうか。RTA じゃないしね。やっぱりときメモには面白い。もう17年も前の作品とは思えないです。フルボイスで作り込みもすごいし。
さて、お別れの時間が近づいてきました。この ED はまだ続くんですが、尺の都合上、ここらでカットさせてもらいます。それでは、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。